ヤジプラ関連党です。金総書記の重病説が流れる中、北朝鮮で新たな事実が明らかになりました。まずこちらの衛星写真になりますが、中国国境近くに建設中の新しい大規模な2階の施設です。そして、核施設の無能力化集団や、拉致対象者の団体の、これらの動き。